開催初日のツーボートレース場、三重から肩こり腰痛を撲滅、マハロ骨盤整体レース、初日も残すカードは12レース、ツッキー選抜戦のみとなっています。対戦メンバー1号艇三重桐本康臣、2号艇大阪藤山正弘、3号艇岡山村岡健斗、4号艇佐賀松江秀則、5号艇東京後藤隼人、6号艇兵庫森友哉です。目立った動きはなく1号さん1号艇桐本康臣、今日の前半レース2着勝ち取っています。2号さん2号艇藤山正弘、6レーサー先頭艇に詰め寄った2着でした。3コースは3号艇村岡健斗、前半3着です。4コースは4号艇松江秀則、松江は前半3着勝ち取っています。5コースは5号艇後藤隼人は前半4着、6コースは6号艇森友也、今日前半レースは3着としています。カードは4コース4号艇松江が取って3対3、最終レース定番通り2つに分かれました。このレースは地元の1号艇桐本康臣人気の中心です。そして3号艇村岡健斗が人気対抗格です。この時間帯もわずかにホーム追い風が吹く程度となっています。第12レースのツッキー選抜戦、残りはまもなくスタートまでは10秒前です。インコースから1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇桐本、そして3号艇村岡、4号艇松江、コーススタート、逃げる1号艇桐本、3号艇村岡マクイザスカ、内を突く2号艇藤山、4号艇松江が続く、逃げる1号艇桐本、内側から迫ってくる3号艇村岡、この両者突破争い、3番手も内側から4号艇松江、外2号艇藤山が並走、スタートは正常です。一緒にマーク、内側から3号艇村岡が先制、1号艇桐本が差し返すか、内を突くんですが振り切る3号艇村岡先頭、1号艇桐本は2番手、3番手内側から2号艇藤山優勢、4番手から4号艇松江が続いて、現在上位は3番1番2番です。2周1マーク、3号艇村岡、1号艇桐本クリア、3番手は4号艇松江が先に回っていく、握っていく2号艇藤山、外からかわすか、3番手は2号艇藤山一定身リード、内側から食い下がる4号艇松江が4番手から続いて、5番手から5号艇後藤です。2周2マーク、3番タラスイは内側から4号艇松江が先に待っていく、2号艇藤山、ここは差し返すか、切り込んでくる内を突く2号艇藤山、外は4号艇松江、3番手が接戦になって最終周回です。外4号艇松江、内側から並んでくる2号艇藤山、3番手が激戦で最終周回1マーク、内側から2号艇藤山先に待っていく、4号艇松江、ここは開いてから切り込んできますが、先に待っていった2号艇藤山、3番手もう一度優勢、内側から2艇審査、4番手から4号艇松江がついて、これから最終ターンマークです。マークリーザー氏が届いた、3号艇村岡健斗が先頭、最終ターンマークリア、2番手1号艇桐本康臣、3番手2号艇藤山先に待っていく、内を突く4号艇松江になりますが、3番手2号艇藤山優勢、3連単3位2た65倍、先頭3番村岡五輪、2番手1番桐本五輪、3番手2番藤山五輪、4番松江、5番後藤、ラスト6番森が五輪です。